つぶしで。知らなかったですね。ぜひお互いを。そうですね。あのフォローして。本当ですか？はい、フォローバックしてくださったので。お互いにあのフォローしてください。はい、橋本さん早いものでもう12月も半ば過ぎました。本当に1年経つの早いですね。今年はドラマに映画にもバラエティと大忙しでしたが、ありがとうございます。体調大丈夫ですか？はい、もう毎日元気にやっております。そうですね、私の場合は毎日腕時計してます、うん、結構時間は時計で見ることが多くて、ファッションとかにも合わせやすかったりとか、なんかこう習慣になってますね。毎日腕時計をつけるっていうのが。じゃあ出かけるときは忘れない？必ずつけますね、私は。それはこのエンジェルハートのブランドミューズになる前から、はい、なる前からです。全然前から、高校生ぐらいの時からずっと時計は毎日つけてました。じゃあ今何時かなと思ったときにスマホ見るよりもやっぱりちゃんと時計を見る？そうですね、こうやって見るのが癖になってて、それこそ撮影とかドラマとか映画の現場ってやっぱり衣装を着るので時計をつけないことも多いんですよ、はい、だから習慣になりすぎて、あ、今何時だっけってつけてないのに確認することが結構あったりしますね。やっぱりエンターテインメントを生で見るっていうのが中止になったりだとか、客席を一つ開けたりとかっていう、いろんな対策をしていかなきゃいけない中で、私今来年初めて舞台に、そうでした、やらせていただくんですよ、千と千尋。そうなんです、楽しみです。だからこうそれがもともとこの時期って決まってたんですよ、延期とか中止ではなく。だからもうコロナ禍になった時に、あ、もしかしたらできないかもしれないっていう状況に今まで直面したことがなかったので、すごく不安だなとも思ったんですけど、ワクチン接種が進んで無事に舞台をできることになって、それはすごく嬉しかったなと思います。本当にそうですね、はい。